姉ちゃんとお兄ちゃんが野球をやっていて、自分もやりたいなと思って始めました。小学1年生の時に野球を始めて、袋井の今井ファイターズというクラブに所属していました。お姉ちゃんとお兄ちゃんと一緒に野球プレーしたことですね。袋井市立周南中学校の野球部です。春の県大会で31年ぶりに出場して決勝まで行けたことです。浜松に所属していた大橋健人さんという先輩がいて、その人に憧れてこの高校を選びました。みんな体大きいなっていうこと、野球がうまいなって感じました。2年生の時に秋田で初めて背番号1番をもらったことです。相手への敬意や礼儀っていうのがすごく身についたなと思います。最後まで一緒に野球を頑張りましょう。もちろん甲子園なんですけども、しっかり一戦一戦勝っていきたいなと思います。大好きです。